今日はですね、ちょっとこう脇をね伸ばすようなことをしたいと思いますね。まず、右足をですね、横に斜め横に開きます。左足を引き寄せてみましょう。手がもし頭の後ろで、ね、つなげたらこうつないでみます。でこのまま右の膝と肘をこうつけに落ちて、で少しこう天井の方に目線を向けてみます。はい、でゆっくり元に戻して、でなるべく背中をまっすぐにして、またゆっくり左の脇を伸ばすような形で少し保って、息をね止めないようにしましょう。目線は天井の方で、ゆっくり元に戻す。今度は右手をですね、前の方に、右足の前の方にこう下ろしています。でこのまま少し傾けてみましょう。でもしできれば左手を上から真横の方にぐーっと伸ばすと、少しこう脇が広がっていく。息はね止めないようにしてみましょう。ふーっと吐いて、もしちょっときつければあーと言いながら声を出しながら保っていく。はあ、やめたくなったらゆっくり息を吸って、で吐いて楽に。で反対の、ね、左側もやってみます。今度は左の斜め前、右足を引き寄せて、手は頭の後ろで、このまま左肘と左の膝を近づけて、顔は、天井の方、上の方にこう。で、このままゆっくり戻して、もう一度ですね、ぐーっと。で、このままゆっくり元に戻す。で、このまま左手を、今度は左足の横に置いてみます。ちょっとね辛い方はね無理しなくて、少しちょっと離れてもいいです。腕がもしつけられるまで床の方で、息吸って右手を前上、吐きながらゆっくり横の方へこう伸ばすような形、少し保ってみます。はい、あーでもいいですよ。あーって言いながら息を吐いてもいいですんで、息を止めないようにしてます。あはい、でもうやめたくなったらゆっくり戻す。はい、で楽にします。で何回かこうやっていく と、右と左のねこの硬さの違いとかももし感じられたら、ね、こう感じてみて。これはどうしても、ね、脇っていうとなかなかこう伸ばすっていうのはあんまりないと思うんですけど、この脇を伸ばすことちょっとやってみると、より、毎日のね生活、血圧がこう高くなっちゃう方とか、結構この脇伸ばしいいと思いますね。はい、ありがとうございます。